失礼します。よろしくお願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますっていうか。え、何ですか？何ですか？お願いします。何も聞いてないですか？何も聞いてないです。芸人ハイブリッドライブ。はい。でございます。芸人ハイブリッドライブ。はい。12月。水曜日のダウンタウンで。じゃないってことですね。じゃないね。かと思ったけど。一瞬。芸人さんが、はい。誰か組みたい芸人さんと、一緒になって45分間。ほう。ライブをやっていただくという企画でございます。おえー、え、僕らともう一組ってことですか？なので、カナメストーンの二人は確定ってことですか？確定です。うっしゃーうっしゃー俺らが軸でそうです。なので今日は、はいはい、こうどんな芸人さんと組みたいかっていうのをちょっと伺いにやってきました。なるほど。はい、へー、いらっしゃいますか？果たしてカナメストーンが組みたい芸人とは？でも真逆の、なんか、うん、どうタイプでやってもいい、うん、どうなんだろうな、あの邪魔だから、どうタイプだったら潰し合うだけにそう、なんか邪魔だから、うん、でティモンディはいやダメよ、衣装の色まで一緒なんだから。オレンジだ。オレンジってダメよ。一番衣装の色被っちゃって、あれ言って、ちょっと言っていいよ。え、なに？9でお願いします。9で。うわぁ、9な。じゃ正直、うん、確かにその真逆の存在だ。真逆の存在だし、うん、電気消して。今年の M1 では決勝進出。今特に勢いのある若手漫才師9。おやつみ一番なんでかって緊張しないで済むさ、分かる。気使わないで済む、うん、友達だしな、うん、なんかライブ一緒になったら、うん、別に飲みに行くとか言わないでも、うん、自然とな、普通に飲みに行く仲だし、うんうんうん、6、7年はぐらいの仲ですね、うんうんうん、だし、うん、あいつらなんか M1 超いいとこ行きそうじゃん。なんかね、今年めちゃくちゃ仕上がってんだ。俺らもまあ準決まで行って、いいよ、準々決勝入ったら。言わせないでよ、こんなの。あ、ね、そうね。ハイブリッドライブなので、はい、やっぱ4人でネタやっていただきたいんですよ。すごいことだぞ、それは。うん、ただそれ誰が考えたんですか？そんな、いい、違う、あんまりでもいいけど、うん、そんな画期的とかじゃない。奇跡じゃない。その4人でやるとかはね、その中身を新鮮に見せなきゃいけない。ただ Q と俺らだったらすごいいい感じになるのは、なんかこうワクワク感はすごいですね、今なんかそれを今言われて、うん、確かに俺らは Q の漫才できないし、うん、多分 Q は俺らの漫才できないはずだから、うん、なんか結構、うん、離れたところにいると思うんですよ、タイプ的に言ったら、うんうんうん、だそれが融合した時にどんな化学反応が起きるのかと。お願いします。あ、おはようございます。おはようございます。お呼びしてすみません。はい、ありがとうございます。なんですか？はい、芸人ハイブリッドライブという、はい、お用意し物を。芸人ハイブリッドライブ、ハイブリッド、はい、キューさんを指名した方がいました、うん。あ、なるほど。もうあの我々をが指名されたんですね。虹の黄昏。いやいや、嘘だろ。マジラブさんとか嬉しいな。はあ、そういうパターンもある。指名したのは、はい、カナメストーンです。カナメストーンかい。めちゃくちゃ友達じゃないですか。さあ、ぜひ指名して。ああ、いやいや、嬉しいですよ。ありがたいです。はい、で今日は、はい、早速、今日カナメストーン来てもらってるんで。え、あ、そうなの。はい、どういうネタをやるかをこれからちょっとお話をしていただきたい。あ、それは今から。はい、あー、来た、はんちゃー。あはは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 はいや、うん、なんすかこんな恐ろい、恐ろいの服着て、なんか見ちゃうのよ、なんか超仲いいじゃん。え、パンツは恐ろいじゃないっすよ。パンツは今日は恐ろいじゃない。さすがにな、恐ろいじゃねえかよ。恐ろいじゃねえかよ。ちょっと瞳あるから俺。いや、知らないよ、サイズ感は。瞳あるの。まあ、自分らが言ったら俺らをね、まあ、呼ばさせていただいた。呼んでくれて。そうですね。なんかプランとかあったの？いやー、それがですね、
ないんですね。まあまあね、ネタはさ、ネタ考えてないからさ。ムカつくな、それ。何回も。ネタ考えてる方だから、今日ネタ考えるとしたら、清水さんだけ何もやらない時間だから。おめえもだぞ。じゃあマジで。いや違う違う、マジで。お前マジで。やめてください。山口とピロはね、こういう感じのうるさい。じゃあ争い漫才いいですか、じゃあ争い漫才。いいよ、争い漫才でも。え？それは漫才だから結構。漫才って争うもん。どうする、どうで4人で45分をどうするかって、そうそうだね、コラボネタ30分ぐらいやったらすごいことに、いやそれすごいことに、まあ、そのネタ次第じゃないか、他何するかっていう、確かにまずそこを決めて、そこで何するかだよね。だ4人漫才じゃあ最初から決めちゃった方がいいってことですね、うん、まあ、4人漫才コントかな、あれ漫才師2組集まって、そうな、マイク挟んでさ4人で立つっていう絵がなんか、はいはい、どうしてもなんか、いやだからいいじゃん、別にいいんだろうな、いやだから横じゃなくてもいいです、そう縦でもいいですしね、縦それ気持ち悪いって言うんでしたらね、一人一個ずつなんか言ってこう後ろに回ってて、うわつまんねえ。お前それ言ったんだからな、お前何がですか、違う違う、縦は言いましたけど、その誰かが言ってこうつまんない、ピロが言って、いやいやおかしい、ピロが言った、違う違う違う、ちょっと先生だからマイクをこうやって4人縦に並んで、でなんか面白いこと言って後ろにこう、それそれ動きがつまんないな、動きがそこ何がしたいとかある、もうそもそも、え、4人、え、ま、ネタでってこと、2組で、なんかさ、例えばさ、うん、先生役とか、おぉ、ドリフみたいなこと、例えばそうとか、3人が、うん、こう別に席座ってて、うん、で、なんかそこで何か起こるとかの設定で、なるほど、レイジが、じゃあもうやめてやめて、今怖かったですよ、その3人が座ってるっていう、その3人の方にいたいんですよ、怖かったどう考えても、だってレイジが怒りだじゃないですか、怒りやで、俺その人持ってました、ちょっと嬉しいんですけど、怒られて、怒りは清水さん、俺オーラオーラ、でもなレイジ、じゃあそうなると役がないよ、ねえ、これ1個しか芸風絶対志村さんじゃないだろ、志村さんですよ、それか、それかこう先生と生徒3人みたいに座ってるのを、うんうん、で先生が何かやったら、うん、こう変わってる、あ、で、また動けるつまんないな、その動きつまんないな、もうかなりバリエーションあるもんな、ダメだろ、ほら、やめない方がいい、見せない方がいい、ピロはそんな姿はい、まあ、あと、まあ、横だとしてもどういう順番で並ぶかとかもありますから、ね、いや、そうよ、うん、ピロと山口が真ん中のような気がするんだよな、え、なんで分からん、なんとなくなんとなく、うん、なんとなくでいいのね、そう、うん、まあ、でもそういうフィーリングみたいなのを大事に、そうそうそう、で、外から、うん、していこうって決めたもんね、俺そう、決めたのよ、うんうん、うるせえななんでいいじゃんコンビのさ方針を発表したってよくない、今別にそこまで話せない、いいじゃん、パパッと決まるのかな、これむずいな、なんかじゃあなんかまあだからボケツッコミから決めます、じゃボケツッコミ、うん、ああそっか、ないじゃないですか、だって、いや漫才、急に関しては漫才コントも、あーやんないもんな、漫才コントやんないね、恥ずかしくてね、そうでしょ、ああ恥ずかし、まあでなんかなりたいものとか、おもてなしというか俺らも逆に、うん、おもてなしね、うん、なりたいものに、うん、漫才コントだったら何でもなれるから、何でもなれるんだから、あれ本当になれるの、そうよ、やったことないでしょ、やってみないと分かんないけどね、なんか分かんないけど、うんうんうん、あれ本当になれるんだ、なれるなれるなれる、なんだってなれる、あれ一番いい職業なの、インデみたいになってない、あれまで衣装の色も衣装一緒なのよ、何にだってくれるし、衣装一緒なんだ、衣装一緒じゃん、マジで何なんだろうね、こういうのってやったことないな、いやないよね、ないね、すごいな、例えば、うん、4人が、うん、マジでこの
エレベーターに閉じ込められた。うわ。設定。めちゃくちゃ良さそうだな。ありそう。例えば本当に全員さ、衣装を変えて。おお。別の職業みたいな。別のあの職業とかでもいいし、うんうん、全員別のスーツでサラリーマンみたいな感じでもいいし、ガーンって止まって。うん。もうコントってこと？そう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 。うん。マジのリアルお芝居みたいな。うわ、すごくないそれ？お笑いなくていいやつ。お笑いなくていい。お笑いなくていいやつ。逆に。芝居だろうとしてそれ。それぐらいだとしたら、例えばあってもいいんだけど。うん。てか面白くしたくなっちゃうと思うけど。なるだろうな、絶対。でもしない。我慢、それどれだけ我慢できるか。だから、絶対笑っちゃいけない。うん。マジで。いや俺もう笑っちゃうよ絶対。だから清水さんと俺の勝負みたいなネタでもいいですけどね。ゴリゴリ。うん、まあ全然そのまあ普段通りって感じはするけど。はい、なんか。そうした場合じゃあ山口とピロが何してる。いやなんかボケるじゃないですか山口が。で清水さん突っ込むじゃないですか。全然突っ込み違いますみたいなので俺が入ってって、うん、で何々みたいな突っ込むじゃないですか。うん、でそれが違くても多分面白いと思うんですよ。でピロが正解してもいいしね突っ込み。山口に突っ込んで、ね、うん、ピロが結局全部正解しちゃうっていうのが面白いですね。悪いな、判断悪いな。いや、全然あると思う、全然あると思う。一番まともなこと言ったような気がするんだよ。それかダンスとかもめっちゃいいな、ダンス。ダンス、まあ、リズム。じゃあダンスの時間があってもいいんじゃないの、そのネタ以外に、うん、俺はもう、ダンス得意。得意か本当にダンス。いやまだ本領発揮してない。まだ立ってないからね。あダンス教室っていうコントは。うーわー。あ、じゃあ漫才1本やってコント1本やる。あ、2本やるってこと。あとは、あ、ちょっと青春もしたいかもな、ちょっと。うわ、お前言われたよ、お前。なんかな、ちょっと熱い感じ。いいやんだね、確かに青春、うん。それなんか、あ、じゃあなんかもうマジで土手みたいな設定にしてマジの話とか打ち明けるのどうですか。土手みたいな設定にして、だからそれこそ俺だったらいけますもんね。でもどうなんですか家庭はみたいなとか、うん、とかそういう話に なりますもんね。ペロ、まあ、は結婚する予定とかないのとかって確かしそうですもんね、そういう時って、うん、そういう時って今の話俺全然聞いてなかったわ。嘘だろ。じゃあ別でなんかないかなって考えて。もう捨てられてない案を。大量にネタは生まれるがなかなか決め手に欠ける2組。しかしとあるアイデアでネタ会議が一気に動いた。それいいの。うんうん、あ、その中で関係性出せるかもね。あ、そうか、その中で普通にピロもダンスとかもできる。あ、ほんとだ。まあ4人で漫才出てって、うん、まず誰みたいな感じで、じゃじゃあ俺とか言って、うん、いいかな、じゃあ最初に。いっていっていって、まあそこもやりとりができる。順番とかも決めれるからね。いやいやいや、ちょっと俺先行かせてよ、うん、っていう。じゃあピロだよ、みたいなね。流れがあるところもある。もう一回やらしてもありだし。みたいなのがあってね。そこはちょっと好きに、うん、そうだね、うん、じゃあ俺の時もさ、もし行くとしたら2回あるってことね、2回目あるってことね、みたいな。でしょ、うん、じゃあ行こうこっちの付けどころを決めとけば、うん、やることは内容はそれで、それをお題にそれぞれなんかその瞬間に多分自由大喜利にもできる、うん、できた、できた、いけそうじゃないですか。でも、うん、楽しそう、楽しいのが一番いいからね。めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。いかがですか。いや、なんか思った通りでしたね。異様に盛り上がりまして、うん、決めたじゃん、うん、あのちょっと中身を、うん、もうなんかさ、うん、打ち上げの日、打ち上げの時、そう、打ち上げ想像しちゃってんのよ、もう。分かる、楽しんだろうな。早く打ち上げやりて、打ち上げやりて。ただね、うん、いい打ち上げをするには、なるほど、いい公演を開催する。なるほど、どうですか。でも楽しくやられましたよね、うん、なんかね思ったより、うん、あの理解がある人たちで、あ、もっと頑固だと思って、はい、あのちゃんとこうすんなり話決まってよかったなと、ね、そうね、だいぶ寄り添ってもくれたかな、はい、そしたらね、ただね、あの
ちょっとね、まあいいか、これ言わない方がいい、サプライズとか、あんまり言わない方がいい、サプライズとか、まあでもあるかも、あるかもしれない、ないか、ない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 です、ないです、すみません。果たしてどんなハイブリッドライブが完成するのか、結果は12月26日、お楽しみに。